マイダッシュです。今日はですね、サマーズのお二人のファッションチェックでーす。サマーズのお二人といえば、はい、デニムの印象がめっちゃ強いと思うんですけど、デニムでしかない、もうまさにです、はい、もうデニマーのお二人を今日はピックアップさせていただきまして、まあ、全部で6パターン、5、6パターンご紹介させていただきますんで、ぜひ最後までご覧ください。サマーズのお二人ですね、はい、いきましょうか、はい、1枚目こちらです、まあ、これぞサマーズという感じのスタイルですよね。まあサマーズの2人は完全にスタイルが確立されているというか、うん、まあ、昔からずっとこの感じよな。もう物心ついた頃がこれでした、ね、もうほんま今日出てくるの実際全部似たようなスタイルなんです。もう季節の変わりがあるぐらいですね。うん、もう先に言っときますね、はい、ほんまに全然変わらへんやんけっていうクレームはちょっとお断りさせていただきます。まあそんぐらい昔から変わってないんですが、まあ、結構ね、あの浜ちゃんと同じ系統のスタイアメカジスタイルなんですよね。似てるっすよね。うん、で上はちょっとピタッとめ、はい、で下はダボットと、うん、でパンツはヴィンテージのデニムで靴はレッドイングのブーツというスタイルなんですけども、うん、まあ、コンビ揃って、まあ、デニムがアイコンになるってサマーズ以外見当たらないんですけど。いや、いないでしょ。います？いないでしょ。いやー、いい日な。なかなかいないですよ。うん、まあいたらぜひコメント欄までお寄せください、はい。まあ、これに関しては2人ともちょっと違う雰囲気が出てるからいいですよね、うん、なんかこうコンビ揃えて同じ雰囲気のアメカジファッションしてます感がないというか、やっぱ顔の雰囲気もちゃうっすもんね。うん、衣装なんやろうけど衣装でやってます感がないからないね、うん、はい、次です、はい、こちら2014年のベストジーニスト賞を受賞した際のお二人になっております、はい、ちなみにこのサマーズの二人なんですけども、競技会選出部門で受賞されたんですよね、はい、でベストジーニスト賞っていうのは一般部門と、あと競技会選出部門の2つがあるんですけど、はい、一般選出部門に関してはあの SNS での調査でランダムに選ばれた人が選ぶ人なんですよね、はい、まあ、一般人から選ばれたやつですね。そうそうそう。で競技会選出部門に関しては日本ジーンズ協会がそこの加盟会社ですね、はい、から選ばれるガチなやつなんですけど、サマーズの2人も強調しました。俺たちガチなやつだから言ってましたねそのガチなやつから選ばれてる2014年の写真になっております。ちなみにこの年に選ばれた方、他の方がですね、フィギュアスケートの安藤美希さんですね、はい、ミキティですね、はい、あと女優の小池栄子さんと、はい、あとプロ野球のマー君が受賞されたと。なんか時代を感じるラインナップ、ね、このお三方あんまデニムってイメージそんなないですよね。あんまないけど、ね、まあ当時はあったんかな。なんか2014年受賞っていうのが意外ですよね、うん、これ初受賞ですよね、おそらく多分一度だけやったと思います。うん、もっと早く撮ってるもんやと思ってましたから、うん、まあ、受賞式の時もいつも通りのサマーズという形です ね。こちらのスタイリングで言うと三村さんがチェックシャツで、大竹さんはこれニットのスタイルですかね。でお二人ともブーツが、レッドウィングと。ブーツエアジャーしてるなー。あー出てるね。これ左エンジニアブーツで、これ右のやつ何やったっけ。え、アイリッシュセッター。アイリッシュセッターかじゃないんかな。いや詳しくない。これアイリッシュセッターじゃなくて、なんかもう一個あったっすよね。うん、ちょっと忘れたな。次です、はい、こちらも変わらずゆったりしたデニムを着用しております。一緒やつ。うん大竹さんの方は結構ダメージの入ったデニム履かれてるんですが、まあ、結構ダメージありのヴィンテージデニムを買ってリペアして履かれることが多いらしいですね。まあめちゃくちゃいいヴィンテージものばっか履かれてるかと思いきや、あの結構復刻物とかレプリカ物も履かれてるみたいなんですよ。まあ、もちろんあのビッグ E とか WX なんかの、まあ、ガチンのやつねも持ってるみたいなんですけど、はい、まあ、大竹さんが昔30万ほどで買った対戦モデルのデニムが今市場価値でなんと150万円ほどに価値が上がってると。えぐいっすよね、うん、まあ、一種の投資よね。ほんまに投資、うん、まあ、ただお二人ともデニムは好きやけどいい意味でデニムに無頓着というか、うん、まあ、ここまで価値がついたりしてるのには驚いてらっしゃるみたいなんですよ。なんかまあ見た目かっこよかったらいいやんぐらいのノリで測れてました、ね、うん、でとある企画ではですね、はい、まあ、デニムの数が多いから、まあ、こんなん持ってたっけみたいな、あの首をかしげながら話したりもしてたみたいですね。はい、次です、はい、こちら三村さんのエイプのトップスが印象的な1枚なんですけども、まあ、エイプ着用されてるのはちょっと意外ですよね。めちゃめちゃ意外。うん、まあ、2号さん自体があのかなりアメカジベースな方やから、まあ、通ずる部分もあると思うんですけど、まあ、おそらくこれに関してはスタイリストさんチョイスですよね。なんすかね。まあ、とはいえ、まあ、三村さんがストリートブランドを着用してるというのは、まあ、いい意味で意外な形ですけど、なんか嬉しいっすね。うん、まあ、勝手に親近感湧いてしまうという感じというかね、うん、まあ、全然違和感もなく似合ってらっしゃいます。似合ってますね、うん、
印象ですけども、うん、改めてエイプに関しては2号さんはあのアメカジベースのストリートで、うん、まあ、アメカジ畑の人にもしっかり来るんですよね。これがもう表現してますね、うん、まあ、最近のアメカジスタイルで言うとさ、はい、なんかヴィンテージとストリートのミックススタイルとかが、まあ、最近またちょっと人気出てきてるやんか、はい、なんかこういうところから参考になるというか、ね、まあ、勉強になる1枚ですよね、うん。はい、次です、はい、こちら最後なんですけども、はい、まあ、冬のサマーズさんですね。冬のサマーズってなんか矛盾があっていいね。まあ、大竹さんはここ数年あんまりデニムを履かれてないらしいです。なんか寝かせてるらしいです。寝かせてるらしいです。まあ、引っ越ししてからあの高価なヴィンテージデニム含めあの全部段ボールに入れられてて、あの廊下に置いて履いてないみたいな。いいっすね、無頓着ですね、うん。まあ、三村さんは今でも、まあ、デニムをずっと履かれてると、はい。でまあ、この三村さんに関してはカウチンニットいいですよね。まあ、寒くなった時のアメカジの定番アウターだと思うんですけど、まあ、なかなか今のストリートに落とし込むのは難しいと思うんですけども、まあ、今年の12月にあの今っぽく着られるカウチンニットがあのプラグに入ってくるんですよ。これですよ。めちゃくちゃかっこいいよな。めちゃめちゃ良かった。俺も雄大も2人ともオーダーしたもんな。めちゃめちゃかっこよかった。自分用にカウチンってなんかやっぱこの特徴的な柄が手出しづらい印象ではあったんですけど、うんうん、あれはいける、あれはいける。ちょっとストリート寄りの、よりのあのニットが入ってくる。めっちゃかっこいい入ってくる。これちょっと注目してる、期待しといてほしいね、はい。で話戻しまして、はい、ちょっとこの写真で言うとさ、大竹さんは昔のスタイルからちょっと変わってきてるんかな。パンツもちょっと細く見えるっすよね。うん、なんかこれはデニムではないもんな。デニムじゃないですかね、うん、なんか最近スウェットパンツとかめっちゃ多いらしいですよ、うん。ああそうなんや。少しずつスタイルも変わってきてんのかな。まああの浜ちゃんがね変わっていったようにやっぱみんな年を取ると UPS です。あ、はい、ストアさんでお間違いない。あ、そうです。荷物届いてました。はい、あ、じゃあここにお願いします。あの、すみません、ちょっと初トラブルですかね。YouTube 撮影中にあの、ちょうど今 UPS から、はい、あの荷物が届いたんですけども、来ましたか。あの、とある某ブランドグローチャーですね、はい、言っちゃいました、はい。グローチャーからとんでもないあのダウンベスト、パファーベストが届いたんで、今届いたんで今これまたご紹介しますね、はい。はい、ということで今回はサマーズさんのお二人ファッションチェックさせていただいたんですけども、はい、まあ今も昔もあんまり変わらずなんかいい、ずっとアメリカ人ベースのお二人だなという形ですけど、ハマちゃんとか好きな人は絶対このお二人のスタイリングとかも好きやろ ね。なんかもしかしたら、まあ、スタイリストかぶってるってことはないか、うん、あんま分からへんけど、デニムは私物らしいです。うん、なんかスタイリストに預けて現場に持ってきてもらうみたいな感じらしいですね、うん。それぐらいデニムは好きやけど、そのデニムの価値だったりとか詳しいとこまでは知らん。そうだから、あ、うんちく刀みたいな感じですね、うん、シンプルなデニム好きと。ということで今日の動画ありますんで、また次回の動画ではしましょう。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。あとさっき届いたベストまた紹介しますね。